じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、これまでの、この委員会の戦いを振り返ってみて、まあ、一戦一戦チームで大事に戦ってきた結果が今につながっているのかなと思います。中央大学の強みといえばどういうところですか？ディフェンスからの持っていく速攻だったり、オフェンスで丁寧に一本一本の大切に取るところが中央大学の強みだと思います。明日の以上の決勝戦、はい、意気込みをお願いします。まあ、今日の結果に満足せず、明日もチーム一丸となって勝ちに行きます。優勝するぞ。